通りに書く、やばいです。通りに書く、やばい。本当にやばい。皆さん、多分分かってる方は分かってると思います。はい。えー、日経平均がなんと12.4%の大暴落です。見たことないです。こんな数字。はい。いや、本当に見たことない。2008年の終わりかな頃に、一回大暴落あったんですけど、 まあそれを多分超えてると思うよ。本当に大暴落。すごいですね。グローズ株は15%の大暴落です。はい。ちょっと、あの、個別名から、まあ僕のお気に入りになってるやつちょっと見せると、軒 <laughs> 並み20%の暴落というね。30イメージファン30%の暴落。すっごすぎる。いや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 、クシムも25%。ー、まあ、 まあ全ての株が大暴落しているということですね。はい。そして日経ダブルインバースはもう大暴騰逆に上がってる。まあこれは逆に日本株が下がると上がるか、あのね、あれなんですけどもね。はい。44円高となってます。はい。いや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 、すごいね。ちょっと日経平均の詳細見ていくか、チャートで。 はいうわ、もう大陰線出ましたね。もう本当にこう、ちょっとずつ、ちょっとずつこうね、上げてきて、上げてきて、上げてきて、もう下げる時が一瞬ですよね。はい。いやでもこの陰線はマジでやばい。これはなかなか、もう上がるに、もうこれはちょっともう歯止め効かなくなってきてんじゃないかな。うん。 皆さん、もう逃げまくってます。急いで逃げまくる。これ、突き足、これ見てみてもですね。突き足ってここまで大きな陰性ですよ。いやー、本当にこうね、上げてきて、こうもうほんと上げてきて、上げてきて、もう下がる時は一瞬っすね。はい。山登りみたいなもんですよ。一生懸命登ってきて、でも落ちる時はもうそっと落ちてしまう。はい。 この陰線っていうのは、これですね、2008年の終わりにね、こう出てます。この陰線を匹敵するような暴落でしたね。はい。まあ、この時は何かあった。あ、リーマンショックの時でしたっけ、これって。 ですね。ですね。はい。リーマンブラザーズの時だ。もうその時を超える暴落になってますよ。まあでも、まあ上げてきて、利益確定したりとかね、いろいろこう、ね、まあ出てきてるんでしょうね。まあそこら辺のファンダメンタルは、ファンダメンタルのうま全然詳しくないんで。はい。チャートしか見てませんけどね。うん。一気に皆さん、もう、あのー、株売ってきてるっていう感じですね。すごいっすね。日経平均大暴落です。 うん。まあ、これ上がるには上がんないかなもう,うーん。ちょっとね。でも一応週足では、えー、そうですね。100日線をちょっと過ぎてるんですね。うん。はい。ということみたいですね。ちょっと割ってきてる感じですね。まあ、ちょっと調整はするかと思うんですけどね。じラックまあ、でもこれ完全に陰線続いちゃってるんで。うん。なかなか上げ、まあ、上がったらまた下げていくみたいな、そんな感じになっていくるんですかね。こんな感じかな。だから。 うん、一旦また上がるでしょうね。またそのまま下がっていくみたいな感じかな。でもこれ個別名からお買い得になってくるね。逆に言うと。ね。だから、まあ、あの、そういったところで、まあちょっと今のうちになんか気になる名から調べておいて、ね、あの、これから逆に買い時になってきますよ、これ。逆にね。うん。あの、気になる株も一斉に連れて暴落してるんで、まあそういったものが逆にこう、ね、 あの買い時になってきてるのかなっていう気もするんで、はい、ちょっと逆に今気になってる株を、あのー、まあ、逆にこうね、逆張り、逆張りしていくっていうのもいいかもしれませんね。はい、うん、すごいっすね。まあ、本当に暴落っていう感じで、うん、これはえっと、ドル円とかも暴落してきてる、ユーロ円も暴落ですね、156円となってます。はい。 一斉に円高方向に進んでいってるのかなというところですね。いや、すごいですね。本当に、この世界、すごいと思います。うん、まあ、お白いけど、多分捕まってる人、多分大泣きなんじゃないかな、これ。皆さん、大丈夫でしょうか心配ですね。皆さん、大丈夫でしょうかはい、えー、捕まってる人もう泣くに泣けないんじゃないこれ。うーん。逆に利益確定した人は、ああ、よかった。 ってなってる人いますけどね。うーん。はい。日経ダブルインバース買ってた人は、あの、もうお花畑でしょうね。頭の中ね。はい。この、この時点で逆に上がった株何なんだろう。ねえ、逆に上がった株なんでしょうかね。逆に上げた株をちょっと見てみましょうか。ねえ、ちょっと気になりますね。値上がり率見てみましょうか。何が上がったのか。この状態で。あ 一応上がってる株、こうなってるんですね。クラウドワークスとか、ほとんどでもないっすね。はい、あんまりないっすね。うん。この状態でも上がった株がある。まあ、新興社の株かな。ね。上がってる株がちょっとやっぱあるのはある。あるっちゃあるというとこですかね。はい。うん。何が上がってるはい。逆にこう、値下がり率ちょっと見てみようか。 値、はい、下がりでちょっと見てみましょう。はい。まあ、この辺はあれかなうん。まあ、新興場の株ですね。はい。30%以上の下落となってます。すごいね。おー。30%が、こんな見たことない、僕。こんなん見たことない。すごい。まあ、軒並み新興場の株っすね。うん。え軒、ー、並み暴落。30%前後の大暴落となってます。すごい。多い。数が多い。数がやばい。 オルトプラスって、えオルトプラスって今こんなに低いの久しぶりに株見たからだけど、オルトプラスって昔、あのー、なんだっけえー、指定株価なんかだい逆に爆上げしたんですよ、これ。ね。80円なんだ、今。安おかしいね。昔オルトプラスあでも80円なんですね、今ね。昔盛り上がったんですよ、ゲーム株でこれ。うん、オルトプラスはゲーム株で結構盛り上がるんですけど、なんか80円で100円切ってるんですね。はい。何があったんだ指揮方式と見てみますか。 赤字続く。なるほど。あんまり良くないですかね。うん。はい。ということで、ウィンテスト懐かしいです。この辺はもうして株になるんで、たまに。はい。ほとんどは新興室の株ですね。うん。えー、っと、IT ブックなんかはちょっと僕は気になってるんだけど、これも、まあ、暴落しちゃってますね。えー、指揮法と見て、あ、指揮法は、えー、っと、見ていくと、うん、まあこれは結構、ね、期待、僕はあの気になってたんですけどね。 うん。まあ、災害の株ですね。まあ、災害だったり、ね、あの、いろんな、その、なんだろ、え、AI とかを通して、えー、災害とかに役立つような、そういうことをやってる会社だと思いますね。うん。はい。えー、なんか、久しぶりに株式見てるんで、なんか、懐かしい株なんかも、なんか、全然上がってなくて。で、アンジェスなんかも50円、50円であるんですよね。今ね。びっくりしちゃいます。あれ、あれも本当に、ね、うん。あの、盛り上がる時は、本当して株のように爆上げしていく株ですけどね。 はい。もう、テラなんてもう、あの、し、あの、なんだっけえー、もう、あの、上場廃止しましたんで。はい。ね懐かしいですね、テラとアンディス。もう、もう、ほとんどもう、こう、めくってっても、これもう25%以上の暴落がね、すごいっすね。エニッシュ、これゲーム株ですね。はい。うーん、まあ、すごいっすね。まあ、ほんと、こう、ほ、ほここ、こんなやりまくって、あ、もう、これ終わりだ。もう、いけない。いけない。一番いけないで、最下位が、あの、もう25%っていう。 <laughs> ありえない。はい。でも、ほとんど新興社の株になってますね。うん。すごいですね。ちょっとどうなってるんでしょうか。東証市場だけで、非常に、まあ、ちょっと、えー、他のも見てたら、東京プライム市場のやつ見ていますか。名前変わったんですね。これね。あの、昔は、まあ、マザースとかね、えっ、ー、と、そんな感じだった名前が変わったんですよね。うん。はい。えー、ああ、でも結構、東証一部。 うん。昔当初一部とかって言われたんですよ、俺。ね、名前がいつの間にか変わってるっていう感じですけどね。はい。えー、っと、まあでもこういうのもちなみに下がってますね、皆様ね。うん。もう完全にこれ、大口なんかもう売ってきてる。もうすべて売ってきてるっていう感じじゃないですかね、もう。はい。いや、今か今かタイミングを持ってたんだかな。うん。はい。逆に、あの、いい、欲しい株、 お買い得になってくる可能性がこの時ありますんで、落ちるライフで今危ないですけど、ちょっとまあ様子を見て、逆にこう、あの、なんだろうね、あの、見ていくっていうのがいいのかもしれませんね。うん。逆にこう、金とかそういうのはどうなんだろう金とかね、そういう系の方はどうなんでしょうかね。少し気になるんですけどね。ゴールド、ゴールドもまあ下がってずるのかな先物見てみましょうか。 はい。まあ、これはまだ高い状態が続いてるのかな。まあ、金なんかは逆にこういうね、えー、相場の時に上がっていくことがあるんですけどね。まあ、突き出しても自分、あの、徐々に上がっていたんで、ああそんなことないかな。まあ、これは特に影響ない、ない感じですかね。うん。はい。いやでもなんか、ドル円とかユーロ円とかも円高になってってるんで、はい。もうこれ、メキシコペソ円はこれは5%の暴落となってますね。 はい。メキシコペソもちょっと激しく下落してきてるという感じですね。逆にこういうのはちょっと、あのね、まあもっと下がっていくかな。6円ぐらいまでは下がっていくのかな。まあこのでボーダーラインですかね。こうあたりが一つのポイントなんで、まあここまで下がったらちょっとね、うん、あれですけど、まあ気になる感じですね。はい。うん。いや、でも日経平均は、まだ、あのー、まあ調整しながらも、まあちょっと下落落ちるとこまでは落ちるね。これ。うん。 どこまで落ちるのか最後に予想して終わりでしょうか。まあでも3万、まだでも3万ですかね。3万台なんで。うん、でもこれは結構かなり落ちるナイフなんで、一旦この辺まで戻すかなとは思うんですけどね。どうなんでしょうか。もう皆さんもうこれ焼け売りなんで、焼け売りというかもう、なんて言うんでしょうか。もう売らなきゃいけない状態で、もうあの、ね、どんどん薬蔵されていくみたいな、強制薬蔵みたいな感じになってるんで、うーん。 ちょっと読めないですけどね。まあでも、一回こう、大陰線が出ちゃったら、上がったら下がる、上がったら下がるみたいになっていくんですけども、これはちょっと、この陰線は激しすぎるんで、ちょっと、落ちるとこまでは落ちていくという風に感じますね。ただ、一旦またね、調整はすると思います。中和して1 0 0日点過ぎてるんですよね。1 0 0日点ですよね、これお恐らくね。なので、一旦ちょっと調整してまた下げていくのかなっていうところですかね。はい。うん。 まあ、冷やしでは、もう完全にこう、落になってるんで、落というのは突入してるんでね。うん、まあ、ここから陽線が出て、またこっちに行くっていうことは、まず考えづらい、パーセンテージとしては低いのかなと。まあ、ここで陽線がこう出たりとかね。まあ、ちょっと離れて陽線が出て、あのー、こうやってちょっと上がっていくけど、まあ、やっぱりこの辺までクルー間が下がっていくみたいな感じですかね。こう、こういう感じなのか。うん、それともちょっとこうやってうずうずするのか。うん、まあ、そこら辺が、 まあ難しいけど、この陰性はやばいということだけは言っておきたいと思います。はい。<laughs> うん。まあそれにしてもこんな暴落っていうのは起きるんですね。はい。あのー、まあ、下落するにしても僕は一旦こうぐずぐずしてちょっと下がってきて、まあ5、5%とかあの下落はあるのかなと思ったんで、12%なんて、そんなことあるんですね。いやー、ちょっとびっくりしすぎて、あのー、鼻息が出ますね。はい。 以上です。